スマリのべっぴんボイスレッスン。今回は反り腰になっていませんかです。声を思い通りに出すときには正しい姿勢が欠かせません。レッスンをしていて正しい姿勢を取りましょうというと反り腰になる人がいます。反り腰の状態では胸式呼吸になりがちで高い声やよく通る声が出にくくなります。実は簡単に改善ができます。太ももの内側やお尻の穴に力を入れて立てばいいんです。ただその姿勢を保つのは難しいので肋骨の下から足を振り出すイメージで歩く練習をしてみてください。その練習で姿勢を保つ筋肉が鍛えられ正しい姿勢が取りやすくなります。腰痛の改善にもつながりますよ。やってみてくださいね。広瀬まりのべっぴんボイスレッスンでした。バイバイ。